ああ、お前か。お前か。なぜ神奈川宿で偉人の味方をしていたのだ。なんだと。アメリカの親玉と結ぶなどどういうつもりだ。もしや鬼の手の侍のことか。アメリカ領事館に現れたやつだったな。お前にも事情があるのは分かった。これ以上詮索するつもりはない。ただし偉人の手先として働いていたことは見逃せない。もしお前が我々の信用を得たいと思うなら、一つ提案がある。私はある縛りに天誅を下すためにここに来た。お前も付き合い、日の本の民のため命を張れると示してほしい。よし、早速出発する。詳しいことは道中で話そう。私に続け。これから奴のところへ向かう。立場を悪用し、偉人からの賄賂で懐を肥やしている輩だ。とりわけイギリスと懇意にしている。奴の周りにはイギリスの兵がうろついていると聞く。まったく腐りきっている。日の本を守るべき役人がこの有様とはな。目にすればお前も上位の心に目覚めるだろう。奴を見つけたら教えるぞ。成功した。いたぞ、あの男だ。そうか。くせ者めが。ダイヤモンド、成り上がるのだ。このようなところでやっ。この天誅が世に伝われば、袖の下をもらう役人も減るだろう。ああ、ここまで働いてくれたのだ。
信じよう。ご苦労だった。お前は日の本の民のため自らの身を顧みずに働ける人間だ。それが分かれば信じられる。真の意味で同志になれたというわけだ。今後は私もお前のために命を張ろう。改めてよろしく頼む。